北キャンプ場から500メートルほど歩いた奥にひっそりと佇む昇竜の滝があります。落差16メートルほどの小さな滝ながらマイナスイオンたっぷりの涼しい空気が訪れるものを包み込みます。暑い日でも緑荫の小道を散歩すれば滝までの道のりも快適です。到着すれば苔むした石が織りなす自然の風景がまるでもののけ姫の世界に入り込んだような錯覚を呼び起こします。